はい、それではね、また始めました。春菜ポーク、コロッと、肩切り落とし、しめじ、下仁田ネギ。これですき焼き作りますね。それと、1600本かな。こんな感じですね。じゃあ、すき焼きの方から先に行きますか。すごいね。もう一本ぐらい入れようか。きれいに洗いましょうね。少し取っとこうか。また何かに使えるかもしれない。お豆腐ね。絹なんだよね。なんで絹なんだろうね。木綿にしてもらいたいですよね。ではね、1600本の方の、加工ですね。
これも少し入れようか。何やと思われ、これですね。こっちから使っていこうか。そうですね、これで1600本の方もできました。加熱編です。すき焼きですね。コロッと
お豆腐。すごい分量だ。しめじ、おお、いや、すごいや。よいしょ。どんな感じでしょうかね。すごっ。これはまたすごいや。じゃあね、一旦下ろして、はい、1600本です。すごい分量。あ、ちょっとお湯の量が足んないね。お湯が沸きましたよ。コーヒーね。カツオ風味の本立ちです。このぐらいですかね。これ味じゃないような気がするな。
これでお味噌汁の方も1600本も完成です。一応すき焼きを温めますね。まあこんな感じになってますね。こちらがね、昨日作ったお汁粉、まあ前菜の残りです。ちょっと硬そうだな。お味噌汁。ブルガリアヨーグルト、あ、また買ってこないとダメですね。じゃあこんな感じですかね。はい、それではね、1600本の味噌汁、お味噌加減がちょうどいいですね。すき焼きです。煮干し豆腐、下仁田ネギ、下仁田ネギ。しめじです。すごい。コロと。おお。コーヒー、これが昨日作ったぜんざい。ちょっとお餅がまだ
もう少し加熱しますね。それじゃあ、ヨーグルトね。今回も美味しくできました。皆さんもいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。はい、先ほどのね、昨日作ったお汁粉、ぜんざい。500ワットでね、2分。柔らかくなりましたよ。今ね、お餅はこれになりました。 100g 増量、この増量商法をかかっちゃうよね。